こんにちは、チャートマスターの根崎ゆきです。8月22日のロンドンセッションウェブセミナーやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、まずはニュースの確認をしてからチャートの方を見ていきたいと思います。今日なんですけども、結構ありますね。カナダが今日ありますし、アメリカもあるんですけども、いう感じですかね。いつも通りトレードはできるでしょう。今日も早速チャートの方を見ていきたいと思います。まずは TJK からですね。 TJK 最近すごく調子がいいです。で、先週から、エントリーしてたやつですとか、あとはこういう買いでやりたいねって言ってたやつですとか、今売りはキャンセルで、また今買い待ちですよね。買い待ちで行ってるという感じですね。まだサインは確定していません。で、ユーロカナダなんですけども、ここから、この辺からエントリーできるよねって話だったんですよね。で、僕その後見たら、ここにあったんですけど、これだけのストップに対して、これだけのリミットがあるよっていうことでしたね。なので、これ、いつもの負けよりは全然ちっちゃいので、エントリーしてもいいですよねっていうことだったんですけど、負けてしまいましたね。ユーロカナダ、普通にエントリーしてたら結構大きな負けで、久しぶりにこういう負け来たなっていう感じですけども、仕方ないですね。エントリーして負けてしまった方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけども、で、続いてポンド円なんですが、こういう売りのフィブが引けたんですけど、赤ダイヤで、エントリーには至らず、また買いのサインが出てるわけですよね。なので今度はここからですね。ここからフィブ引いて、この高値を超えていったらエントリーしていきたいなという感じです。なので、ポンド円、ユーロポンド両方エントリー待ちですね。ポンド円と、ユーロポンド、ポンド円とユーロポンドがエントリー待ちと。で、鬼ヶ島見ておきたいんですけども、鬼ヶ島先週一つ勝ってましたよね。先週というか今週なんですけども、この売りサインやって、勝ったと。で、その後そのまま引っ張ってというか、エントリーはなくて、今に至りますね。結構鬼ヶ島の資金残額曲線的にはこうなって、今この辺にいるんですよね。今ちょっと下がってきてます。なのでまたこうなって上がって、行く感じですよね。大体このシステムも5年ぐらいやってるんですけど、大体普通システムの寿命っていうのは1年2年って言われていて、なので結構5年持ってるっていうのは結構な感じですよね。で、100万がもう2000万とかなってますから、随分元は取ってくれたなっていうシステムなんですけども、またこの資金残高曲線がどうなっていくかですよね。とりあえず最初のスタートのフィブ引いたら少し382とかぐらいまでリトレースしちゃってるなみたいな感じなんですけど、資金残高曲線が。これから楽しみですよね。どうなっていくのかなと。なので、トレード僕たちもやっぱりしていくわけですから、そんなドローダウンなんて知ったこっちゃないよと。そんなこと言われても困るっていうことになると思うんですよね、やっぱり負けていくと。なので、絶対に240分の MA、フィルターを見ながら、できるだけ精査して、エントリーを精査して、トレードしていって、いただきたいなと思います。大丈夫でしょうかね。で、一応パワーポイント見ておきたいんですけど、FX で稼ぐにはっていうテーマでこのウェブセミナーをやっているんですけども、テクニカルトレードですよね。システムトレードとテクニカルトレードっていうのをやっています。裁量テクニカルトレードですね。裁量トレードターゲットトレーディングとテクニカルトレードシステムトレードっていうのをやってます。で、僕たちは講習会でいつも言ってるんですけども、技術力こそ絶対だっていうことを思っていまして、それっていうのは一朝一夕では身につかないよねみたいなことを講習会ではお話ししてるんですけども、料理だってそうだし、マジック、手品、スノボー、サーフィン、自転車、車、何でもそうだと思うんですよね。その技術力っていうのは自分の経験値を積まなきゃ上がらなくて、そのスキルさえ身についてしまえばどんな相場でも対応できますよねと。
で、僕たち自動売買っていうのも一応やってるんですけども、やっぱり自動売買よりは絶対にこの裁量テクニカルトレードの方が絶対に強いと思っています。で、まあ当事者意識を持つっていうちょっとことを書かせてもらったんですけども、まあ貴重なお時間いただいてますし、まあ FX やるんだったら集中して、まあささっと技術力を高めてスキルを身につけてやっていくのがやっぱりいいなって思っていて、まあもうこうやってインターネットとかこのウェブセミナー聞けている時点で絶対にあなたにもできます。インターネットさえ使えれば絶対にトレードなんてのはできますので、まあその技術、スキル、知識、マインドみたいなのを身につけてもらったらもう必ず勝てるようになります。で、まあ未来を見るっていうことで、まあ本当かよみたいなことにやっぱなっちゃうので、その実際に僕とか、ササッチもそうですし、こうやって毎日見てもらって、毎日じゃないですけど、まあレポートとか含めれば毎日ですけども、こう、僕たち以外の、僕たちが教えた人っていう、まあ塾生ですとか、いう人たちのことも、まあ見てほしいなと思って、こういう事例を出しています。で、まあもちろん聞いて、出していいですかって、使って、紹介していいって聞いて、まあいいよって言ってくれた人をこう紹介してます。まあ中にはね、なんかこの、やっぱりネット上だから嫌だとかそういう人もいるんで、まあ僕には見せてくれてもちょっと公開はしないでよっていう人はいるので、あれなんですけど。で、まあ専業、兼業が、専業トレーダー、兼業トレーダーの方がいらっしゃるんですけども、大体日本、僕、日本、アメリカ両方でトレーダーやってたんですけど、アメリカは兼業がダントツで多いです。みんな兼業です、ほとんど。で、大体医者とか弁護士上がりとかそういう人が多いです。で、結構年、ご年配の方です。あ、ごめんなさい、兼業じゃない、専業ですね。専業の人です。アメリカ人は専業。で、日本人は皆さん兼業ですよね。サラリーマンやりながら、主婦やりながらとか、すごく多いです。僕とササッチはちなみに専業ですね。もう完全にトレード1本で食べてます。もう長いこと、もう10年ぐらいやってますよね。トレードだけで。なので、ちょっと社会に出たらどうなるのかなっていう、ちょっと怖さはあるんですけど。で、まあ、デイトレーダー、スイングトレーダーがありますよね。僕はデイトレーダー。ササッチはスイングトレーダー、8割、デイトレーダー2割ぐらいでしょうか。で、まあ、僕とササッチ、根崎、専業トレーダーで、あとサファリさんっていうこのササッチのなんか直近の直属の弟子みたいな、門下生みたいな人がいて、まあ40、ササッチ35歳、6歳で、サファリさんは42、3、4ぐらいでしたよね。41かな ?2 かな?そんくらいです。で、ササッチに毎日こう教えてもらって、レポートとかもちろん見て、SNS 書いて、ブログ書いて、で、去年だと思うんですけど、去年辞めたんですね、急に仕事。で、もうトレード1本でやっていくわっていうことでやってる方です。これクリックしていただくと、ブログは出ないので、まあ、FX サファリっていうふうに検索していただくと、まあ、ちょっとトレードの話じゃなくなってきちゃったんですけど、FX、まあ、トレードの話です。まあ、チャートとはちょっと離れちゃうんですけど、そうすると FX でサファリな気分っていうのが出てくるので、で、こうやって結構相場分析を書いてくださってますね。で、サファリさんはもう月1000ピップとか、スイングでやってるイメージです。大体1回のトレードで100ピップ、200ピップ、300ピップって取ってるような方ですね。で、もう一人、ノン君っていう人がいるんですけども、まあ、この写真ちょっと出てるんですが、ノン君の場合は15分足で大体トレードしてるんですね。60分とか。で、大体エントリーは15分って言ってました。で、100万円を680万円に5月、6月でしてみたり、これ28日間で300万を1200万にしてみたりしてるわけですよね。で、まあ、証拠画像がこれなんですけど、これ100万が増えてきたよ、ゆうきさんって言ってたんで、ちょっとじゃあ写真撮らせてっていうことで、いいよっていうことでこれ撮らせてもらったんですけど、あとこれも、送ってちょうだいって言って、ゆうきさん1200万になったよって言ってきたんで、じゃあちょっと送ってよって言って、いいよっていうことでこれ、みんなに見せていいよねって言ったらいいよって言うんで、まあ、300万からですね、1200万になったと。で、まあ、彼何やってるかって言ったらもう本当に、まあ、デイトレとスイングの間、まあ、大体デイトレですけど、で、まあ、FX ノンっていうふうに検索すると、このスーパートレーダーノンの軌跡っていうんですか 出てきて、まあ、こんなお兄ちゃんなんですけど、33、4ぐらいですかね。で、まあ、彼はもうなんでこんな儲けたかっていうと、まあ、買い増し、売り増しをどんどんしていくわけですよね。もう、ゆうきさんねと、買うのとか売るのなんてどこでもいいよ。今別に買いでエントリーしてもいいんだと。で、その代わりストップは5%でやってると。で、それがもし正しくてトレンドが出てきた。例えばここから今買ってもいいよと。で、これが正しくてトレンドが出てきたらどんどん買い増しをしていく。で、どん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 伸ばしていくからこんな風に28日で1200万ドルになるわけですね。っていう感じです。で、兼業の方だとザワさんっていう方だったり、黒豚さんともよく、まあ、ブラブラブラってこう、
ずらーっと別にもっと羅列していってもいいんですけども、まあ、ちょっと一応3人ずつにしようと思ってて、で例えば黒房さんだったら大体年50%ぐらい、まあ、もう4、5年出してるんじゃないでしょうかね。毎月こうやって、毎年ですか、こういうのをSNS にアップしてくれて、これ2009年か10年だと思うんですけど、ちゃんと12年までもあって、多分2013年も今年が大晦日ぐらいにアップしてくれると思うくださると思うんですけど、まあ、400万が600万になったよ。で、180万抜いたよ。で、4000万残、あ、400万残ってるよっていう感じですね。で、これが今1000万超えてます。年50%で。で、まあ大体合計、1月負けだったら9万負け、2月15万、3月15万負け、で、16万貸し9万、41万、20万、53万みたいな感じで勝ってる方ですね。で、最近はともひろくんっていう、この方は、まあ30、2、3だったと思うんですけど、まあ、毎日 SNS 見てくださってる方は、毎日このともひろくんの名前、見かけると思うんですよね。もうすごく熱心にやってて、まあ、200万を300万にしたとか言ってたんですけど、まあ、成功するだろうなって僕は思っているトレーダーさんです。で、まあ、こうやって見ていただいているのは、あなたにもできますよ、皆さんにもできますよっていうことをお伝えしたいからやってます。で、じゃあどういうことをやっていけばいいのかなっていうと、さっき一番最初に見た TJK っていうシステムだったり、鬼ヶ島っていうシステムだったり、これからやっていく HSI プラス点々っていうこのテクニカルトレードをやっていけば、まあ、いいです。技術力も上がるし、利益も上がるし、プラスになっていきます。で、僕の中でおすすめっていうのは、こうやってウェブセミナーを週に何回か聞いてもらって、実際に僕らのチャートを見てもらいながら、例えばササッチのウェブセミナーもありますよね。で、毎日、こう、ササッチの相場レポートっていうのが出ますよね。動画でやってくれてますよね。で、まあ、それを僕も毎日見てるんですけど、これ分かりやすいですよね。例えばトレンドライン引いて、これ超えてきたら、ここから HSI 引いて、ここまで取っていきましょうねとか、そういうことを毎日やってくれてるので、月金でやってくれてるので、ぜひ見ていただけたらなと思います。で、もう本当に、お時間あるとか、もっともっと見たいという方は、僕毎日、カーキンで、火曜日から金曜日で、スコットの、僕の師匠のスコットのウェブセミナー、まあ、彼らも毎日やってるので、それを録画して、まあ、夜中なんですけど、録画して、日本語を上から載せて、吹き替えて、お伝えしているので、まあ、ぜひそういう勉強の多分道具はすごく揃ってると思っていますので、見ていただけたらなと思います。で、わかんなかったらいつでも聞いてください。で、最後なんですけども、僕たちは聖杯っていうのはあると思ってます。で、これはもうやり続けることです。もうインディケーターとかもシステムどうこうっていうのは聖杯ではないと僕たちは思っていて、まあ、鬼ヶ島だって僕たち、すいません、切れてしまいましたが、音は聞こえていますでしょうか。音は大丈夫そうですね。どうも、なんか調子が悪いんですよね、ウェブセミナーの。ちょっと待ってください、すいません。スプリードを。
はい、すいません、戻ってきました。大丈夫でしょうか。音大丈夫ですね。聞こえてますかね。音なんですけど、大丈夫ですね。すいません、切れてしまいました。なんか最近多いですね。で、まあ最後、どこまで見れたかわかんないんですけども、まあこの聖杯はあるってことで、まあやり続けることだと思っています。なんですよね。まあそんな感じなんですけども、まあさっきなんかチャットが来てましたね。スコットのセミナーをもう少し和訳して、もう少し詳しくってことですかね。頑張ります。頑張ります。まあそんな感じで、まあチャートの方を見ていきましょうかね。見ていきたいと思います。また切れちゃうようでしたら、ちょっとまたやり直しますけども。チャート、HSI プラス点々見ていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、ユーロドルからいきましょう。あ、そうですね。前回の復習をしながら、ユーロドル、今週というかもう、あと木金だけですけども、もう見ていきたいと思います。ちょっと音が大きいな。あ、聞こえないですかね。聞こえますか？聞こえますでしょうか？大丈夫でしょうか？僕たち2人しかチャットいないですね。これ一緒にこのスピリットの中で チャットできたらいいんですけどね。一応あるっぽいんですけどね、ここに。聞こえますか？お、皆さんありがとうございます。お、はい、というわけで、じゃあユーロドルやっていきましょう。ちょっといきなり20分ぐらいオーバーしてしまいましたけども まあ買いで見てましたよね、ユーロドル。点々でトレンドブレイクで R7 まで見ましょうかっていうことだったんですけど、まあ、R7 って結構上ですよね。トレンドブレイクしてきて、まあ、ブレイクフックしてきたので、まあ、5で次上がっていったら買いたいですよねっていう話をしていたと思います。8月19でしたっけね、前回は。8月19ですね。で、ブレイクしてきて、まあ、戻ってきて、で、ここから買いサインで買っていきたいよねって話でしたね。で、まあ、この後点々が出てれば買ってていいところなんですけども、どうでしょう、見てみましょう。まあ、この後ですよね、点々が出てきたんですけど、まあ、ブレイクしたのがこの辺からですよね。ここからブレイクしてきて、で、まあ、その後点々出てないですよね。MA の中入ってきちゃってますし。なので、まあ、できなかったんですけども、まあ、今日からもまた引き続きこれ見ていきたいですよね。今日からっていうかもう、まあ、見ていきたいですよね。で、ポイントとしてはこの高値が切り上がっていること、これアップトレンドになったんじゃないかなっていうふうに見えます。でもこのトレンドちょっと急ですよね。なので一回戻ってきてからの上げが期待できると思います、ここまで。というふうに考えていいのではかと思います。なのでユーロドルは買いで見ていきたいですね。まあ、このままもうユーロドル買い、トレンドブレイクもしているので、点々で R7 まで買っていきましょうと。で、ポンドドルなんですけども、点々で買い R6 までっていうことだったのですが、まあ、これは行きましたよね。もう、トゥーダピップスってよくスコット言ってますけども、ドンピシャリだよと。まあ、これトレードした方もいらっしゃるのではないかと思います。どうでしょうか。まあ、こういう状態でやってたんですけども、まあ、ここから点々で買っていきたいよねっていうことでしたよね。で、まあ、10分見てたんですけども、まあ、もうどこからトレードしてもいいですよね。白丸出てますし、出てますし、まあ、これから、21時のこのキャンドルから、まあ、白丸出ていますし、矢印で、ここからエントリーしていきたかったですよね。で、まあ、リミットヒット、という感じでした。で、まあ、ここら辺ももう連発してますけど、
ああ、まあ、一時、12時超えちゃってるので、まあ、エントリーはしないという感じです。で、まあ、その後も日付変わって、次の日とかも別にまだ R6 まで届いてないので、全然やっていいですよね、この辺。で、これも25ピップヒット。これで50ピップの貸しですよね。で、これも20時半ですけど、やっていいですよね。ニューヨーク、ロンドンセッション。で、これでもリミットヒット。で、3つ、計、いくつですか、75ピップ取れていたということになります。まあ、これでなんとか先週の負けは取り返して、先週多分50ピップくらい負けちゃって、先週っていうか月曜日、まあ、先週ですよね、先週の木、金、月で50ピップくらいやられてるので、まあ、少ないですよね。その前の月曜日とかだったら200ピップとか、その前だったら500ピップくらい取ってましたよね。に対しての50ピップの負けだったら全然少ないですけども、まあ、それをリカバリーしてきたという感じですね。で、これでもうブレイク、フック、ゴーは終わりましたよね。ブレイク、フック&ゴーが終わりました。で、まあ、HSI に、当たっているので、まあ、一回跳ね返ってきているわけなんですけども、じゃあどこまで下がってくるのかなっていうところで、この HSI をもう一本引いていいと思います。もう一本引いてみましょうですね。で、そしたら今 S3 に止まってて、ここからどうなるのかな。これを戻ってきたら S4、S5 っていうところまであり得ると思います。で、デイチャート見てみますと、まあ、こういうウェッジだったんですけど、ウェッジが終わりまして、まあ、このトレンドラインになりましたよね。で、まあ、こういう感じで、まあ、チャンネルになって、で、一度戻ってきてからの買いで、また見ていきたいなという感じですよね。次は R7 ですよ。ここの黄色いところまで行きたいなという感じです。なので、下がってきてからの買い、まあ、このトレンドラインまで戻ってきての買いっていうのに一番期待を持ちたいですね。ポンドドル、トレンド、戻ってきてから買い、R7 まで。可能性はありますよね。で、トレンド転換というよりも、まあ、レンジの中でもう一回下に戻ってくるという可能性なんですけども、一応直近的には、直近の、まあ、日足なんですけど、直近で見ると、まあ、アップトレンドなので、まあ、ここで跳ね返ってきたら買っていきたいなということですよね。で、これ抜けてきてブレイクフック&ゴーしていったら、今度はこの S7 まであり得ますよね。そうしたらレンジのボトム、ここまで狙っていきたいなという感じです。なので、今はちょっとどちらとも言えないんですけども、まあ、とりあえずここに来るまで様子見をしたいなという感じです。という感じですね。そうですね、ライジング三角ですね。そうですね、それいい名前ですね、ライジング三角って。そうですね、スコット言ってましたよね、ライジング三角、ライジングウェッジですよね。っていう、こういうパターンですね。こっちはこう、急に上がって、こっちは緩やかに上がってくるっていう。急にっていうか、こう、平たく上がって、こっちはこうなっていくっていう。まあ、それ下げのパターンなんですけど、まあ、一旦の調整ですよね。今日スコットも言ってたんですけども、一回戻ってきてからの上がりっていう、その戻しのライジングウェッジっていう可能性がありますね。そうですね、それで下げると思います。なので、これ下げてきたら、とりあえずここのスペースは、まあ、上級者の方は取れると思います。まあ、点々で取っていくといいんですけども、MA ちょっと確認しておきましょうか。 MA の下ですよね。なので、これ S3 抜けてきて、ちゃんと抜けてきて、ブレイクしてフックして点々で出てったら S4 まで打っていいと思います。で、トレンドラインまで来たら買いで見ていく、もしくはブレイク空間のゴーしたら下まで見ていくっていう感じですね。書いておきましょう。S3 割ってきたら S4 まで点々。ありがとうございます。忘れてました、ライジング三角。TRB 見てみましょうか。そうですね、確かにそういう感じもあります。ちょっと一回スクイ、ちっちゃくしたいんですけども 僕が見てるトレンドは今これなんですけども、まあ、多分 TRB っておっしゃってるのは多分これのことだと思うんですよね。多分これですよね。ちょっとちっちゃくしすぎたんで、ストップしますと、ちょっと見にくいな。見にくいですね。あれ、まあ、このトレンドでた、これトレンドラインに対するものだと思うんですけど、もしくは60分ですかね。60分でもなってそうですよね。
そうですよね。すごく綺麗だと思います。プラスライジングウェッジがあるので、まあ、ライジングウェッジっていうパターンがあるので、まあ、抜けてって、こことここ結んで、この6位チャチってとこも考えられますよね。まあ、そうしたら1.270と S4 が重なりますので、まあ、ここはやっぱり狙ってていいと思います。いいですよね。いいと思います。多分 TRB だったら、ともひろくんが書いてるんじゃないですかね。ポンドドル。ああ、同じようなの書いてますよね。これ何分でしょう。60分ですよね。で、ブレイクしてますよ。まあ、ちゃんとやってますよね、やっぱり。いう感じですかね。まあ、なので、売りで、まあ、一回下がる可能性高いですよね、ここまで来たら。で、まあ、TRB は多分ちょっと遅い、多分というかちょっと遅いので、この S3 ブレイク区間の5のここまでっていう点々、この点々を狙っていくのがいいと思います。ポンドドル面白そうですね。次行きましょう。ドルカナダ、様子見、ダウントレンドが3点目使われるかどうか、使われたらダウントレンド、下のトレンドラインまで売り、S4 から S5、上に抜けたら買いということでしたね。お、なるほど。待ちに待った仕掛けと。そうですよね。メールいただきましたもんね。いきましょう。あれ、ちょっと重いな。はい。ダウントレンドライン3点目がどうかっていうことでしたよね。ちょっともう一回240分戻します。一回日付だけ合わせたいんですけども、なんか重いな。まあ、こういう状態でしたよね。ちょっと見にくいかもしれないんですけども、1点目、2点目で、この3点目、ここで止まるかどうか、まあ、止まってるんですよね。じゃあ、これ見ていくと、これどうなっていくか、抜けるのか、戻ってくるのか。で、もしここ使われて下がってきたら、もうこれは完全にダウントレンドだよってことだったんですけども、上がりましたよね。で、まあ、この、すごく強いポイントっていうのも、まあ、4時間、8時間止まったんですけど、結果抜けてきたので強い上げになりますよね。まあ、こういう強い壁っていうところを抜けてきたら、もうすごい強い上げになります。みんながここにストップを置いてるからです。こういうところにストップを置いて、ストップを置いて、それがどんどん食われてって、ドーンって、こういうふうになるわけですね。で、じゃあ、どこまでそれがいって、どこで収まるかっていうのが、この HSI ですよね。R4 でピタリ止まってますけども、まあ、これは自然の摂理みたいなもんですよね。フィボナッチだから止まるとしか、まあ、言いようがないんですけど。なので、S4、S5。上に抜けたら買いということでしたね。上に抜けてきたので、これちょっと60分に下げましょう。ちょっと拡大しましょう。抜けましたよね。戻ってきましたよね。こっから買いたかったですよね。これすごくいい買いがここにあるのは、多分皆さんわかると思います。まあ、こんだけやってると、ブレイク区間と5で強い壁までっていうのがわかると思います。まあ、そうしたらこっからの点々を狙っていきたかったですよね。見てみましょう。今、黒い線というのを引いておいたんですけども、で、MA、赤と緑の MA の上で白丸、緑矢印、5時半、ダメですね。じゃあ、白丸出たまんまの矢印、9時、ダメですね。朝、ダメですよね、ドルカナダ。で、2時半の矢印、いいんですけども、ここが近いですよね。これやめた方がいいですよね。で、ブレイクして、フックして、ここで戻って、ずっと止まってますよね。もうこれ、買いです。完全に買いですよね。なので、じゃあ白丸矢印でこれエントリーかっていうと、もうここに、ここまで多分2ピップとか1ピップなのでできなかったっていうことですよね。なので、ちょっと点々は厳しかったですよね。という感じだったんですけども、どこでしたっけ？こっちか。まあ、こういうところから HSI 引いて、ターゲットを見極めてやっていくと良かったですよね。で、これだったら R2 抜けて、ブレイクフック&ゴーってなって、ちょうど R2 抜けて、ブレイクしてフックしてきましたね。ここに R の2があるんですけども、この R の2を抜けて、高値つけて戻ってきて、この高値越えで、ここまで狙えましたよね。なので、これが唯一の、なんでしょう、選択肢でしたね。で、勝てていたと思います。で、現在なんですけども、ちょっともう一回240分にしてみましょう。もう一回デイチャートでいきましょう。すいませんね。
電車って行きましょう。で、まあ、このトレンドラインは抜けたのでもうおしまいです。で、この赤いところを、抜けていったので、これ1回ブレイクしていったので、フックして、ここでの跳ね返りでもう1回買っていきたいですよね。で、ちょうどこの R4 もありますから、R4 抜けて戻ってきたら、ここまで買っていきたいっていう感じですよね。で、これ、ちょっとウィークにしたら分かりやすいと思うんですけど、非常に綺麗なチャンネルですよね。このウィークのドルカナダ、1点目、2点目、3点目のアップトレンドなので、すごく強いと思います。で、ちょっとこれ上がここかもしれないですよね。まあでもこっちの方が綺麗だと思ってこっちにしたんですけど、こんな感じで。なので、そうですよね。ここ抜けてきたら、抜けてきて戻ってきたらここまで。とりあえずこの R5、白の R5、ここから取った R5 を狙って買っていきたいなと思います。これも点々で取っていけばいいと思います。続いてドルフラン行きましょう。トレンドブレイクで買い、点々。トレンドブレイクで買い、点々。トレンドブレイクで買い、点々。まあ、これもちょっとデイチャート見たいんですけども、こういうトレンドライン、このチャンネルラインがブレイクしてって、で、戻ってきたわけですよね。で、じゃあこのチャンネルラインじゃ、まあ、急だったのでこれはないなと思ってたんですけど、こういうチャンネルに今、引き直されたわけですよね。で、この間で推移していて、なので今、絶好の売り場と見ています。見えます。そういうふうに見えますよね。なぜかっていうと、チャンネルの上、トレンドラインの上に来て3点目。まあ、もうちょっと戻ってきてほしいんですけど、これ売りになって、特にこの安値抜けてきたら売らないといけないですよね、S5 まで。という相場です。240分見てみましょう。まあでも、まあそうですよね。戻ってきているので、もうちょっと当たってきたらもう完全に売らなきゃいけませんよね、S4。で、その下の S5 まで点々で売っていきたいなと。トレンド確定 S4、S5、点々。続いてドル円行きましょう。ウェッジを抜けた方にトレードということでした。ドル円行きましょう。まあ完全にウェッジの中ですよね、今も。で、まあ618っていうところ今抜けてきてるんですけど、まあこのままどうなるかですよね。まあちょっとあんまりドル円は今触りたくないっていう感じですけども、まあヘッド&ショルダーの形をずっと追っていますよね。この形っていうのをずっと追っていて、で、その中で、まあ、ちっちゃかったらこのウェッジの中に入ってきているので、まあ、ブレイクした方にブレイクしていくんじゃないかなと。ブレイク、このちっちゃいウェッジをブレイクした方に、この大きなウェッジもブレイクしていくんじゃないかなというふうに見えます。で、売りの方がきっとトレードしやすいです。下がってきたらすごく下がっていくと思いますので、いいですよね。うん、そうですね。なので、まあ、もうちょっと様子見ですよね、このウェッジ。まあ、今、直近としては一番早いのはこの上に抜けてきて買いの方が早いんですけど、まあ、ちょっとどうなるかっていうのを見ていきたいような相場です。まあ、これもウェッジを抜けた方にトレード。トレードっていう感じですね。OG ドル行きましょう。点々で買い、R5 と R6 が重なっているところがターゲットということでした。OG ドル行きましょう。240分。何でしたっけ？ OG ドル。点々で買い。R5 と R6 が重なっているところがターゲット。ということでしたよね。これなぜかっていうと、1点、2点、3点で、これアップトレンドですよねっていう話をしていました。なので、この R3 っていうところを抜けてって、点々で買っていきましょうね。買っていきたいですねっていう話をしていました。で、まあ、大きなターゲットとしては、ここを目指しますよねっていう話だったんですけども、まあ、完全にトレンドブレイクしてきましたよね。ブレイクしてフックしてってるので、まあ、この、何ですか？ S3 割ってきて、ここからっていうのはもうフリースペースですよね。この S4 っていうところは、まあ、綺麗に取れているところです。なので、もうこのトレンドはいらないですよね。ダウントレンドになりました。そうですね。僕もそう思います。ダウントレンドになりました。で、なりましたっていうか、これ、OG ドル問題視していたやつですよね。で、その一回このピンクの、
今これウィークチャート見てるんですけども、ウィークチャートのこのチャンネルっていうのがすごい効いてるよねっていう話をずっとしていて、1点、2点、3点、4点使われてのこの大きな下げです。で、1点、2点、3点が使われたわけですよね。で、ちょっと細いんですけど、太くして、このツインキャンドルっていうこの、何ですか、何でしたっけ、腹、抱き線、含み線でしたっけ、そういう名前のこの同じようなキャンドルがこう、あるんですけども、これっていうのは反転ですよねと。じゃあ一回戻ってきて、じゃあどこまで戻るかなっていうのを、まあそれよりも強いのがやっぱりウィークチャートのダウントレンドのそのチャンネルの下だから跳ね返るっていうことですよね。ダウントレンドの中の調整が一度ないとおかしいよねっていう話で、じゃあ下から HSI を引いてみました。引いてみました。どこまで戻ってくるかな。とりあえず R2 まで 6S で取っていきましたよね。これ覚えていらっしゃる方も多いと思うんですけども、まあその後 R5 ですよね。じゃあ、ここで、じゃあ、8月19日。ここでダブルトップもつけたし、これ戻ってくるかもしれないですよね。まあ、そのまま上がっていったら買いでいきたいんですけども、ここで終わった可能性があります。ということで、まあ、ブレイクしてきましたよね。なので、じゃあ今度はどこまで下がっていくかです。で、とりあえず次のターニングポイントっていうのが、ここですよね、やっぱり。ダブルボトムと、このウィークのチャンネルと S5。ここっていうのはすっごく強いポイントになると思います。逆にさっきのドルカナダのこの赤線がありましたね。これポンと抜けてっちゃったように、これポンと抜けてきたらフックしてきて、この売りっていうのを絶対に仕掛けていきたいところですよね。そうなったらチャンネルを修正していきたいという感じですね。突き足見てみましょうか。綺麗ですよね。すごく綺麗ですよね。とても綺麗だと思います。で、まあ、じゃあ、月足でフィブを引いてみましょうっていうことになるんですけど、こういうチャートを見ると。どこまで戻ってくるのかなっていうことで、ちょっと色変えて、太さ変えると分かりやすいと思うんですけど、まあ、今こんな感じになっていて、まあ、214っていうのは全然いらないんですけど、とりあえず382で止まったわけですね。ちょっとお待ちください。はい、すみません、お待たせしました。なんだかいっぱいチャットが来てる気がしますか。エマージェンシークライシス、なんかあれですか、あのなんかあれですか、銀行がどうこうのやつですか。で、なんか資金がどうこうのやつですかね。まあ、そうしたらすごく僕たちは嬉しいですよね。ボラティリティ高くなるんで。点々でも買い増し売り増しがすごいことになると思うんですけども、どうでしょうね。すごく詳しいですよね、いつも思うんですけど。この前大阪の講習会に行かれたんですかね。僕も一度、また講習会とか機会があったらお会いしてみたいですけど。OG ドルの月足見てましたね、すいません。インターネットが消えました。で、まあ、フィブを引いてみたんですけども、まあ、月足のフィブっていうのはすごく、まあ、ササッチとかよく引いてますよね。で、今ちょうど382で止まってたんですけども、赤に上がりちょっと見にくいかもしれないんですけども、まあ、それを抜けてきて戻ってきているので、ちょっと見にくいですかね。もうちょっと太くしましょうかね。で、382でここで止まっていて、抜けてきて、これヒゲがちょっと出てるんですよね。見にくいんですけど、ここにヒゲが出ているってことは、デイチャートとかで、ウィークチャートで見ると、ブレイクしてフックしてきたってことですよね。で、ゴーってなってるので、いよいよ、この下げっていうのは来るっていうふうにも見えますよね。っていうふうにも見えますっていうか、多分来ますよね。そうしたらまず、マイナス0.270と S6 っていうところがある、ここですよね。で、フィブの50%ありますから。で、これ抜けてきたら次は大きいですね、ここ。で、まあ見ていくと、この間っていうのは500ピップずつぐらいあるので、まあすごく売りで楽しみになってくると思います。テクニカル的に。0.85、そうですね。ですね。8550とか、まあ、月足なんでそんな、あれなんですけど、まあ、それぐらいになってきたら、また僕たちがやることは、その、チャンネルラインっていうのを引き直す必要がありますよね。で、まあ、そうしたら、まあ、また引き直しますけども、
どうでしょうね。まあ、こういうチャンネルが まあね、そしたらもっと短い時間足で直近のチャンネルでやっていくしかないですよね。っていう感じになると思います。なので、まあ、とりあえずターニングポイントはやっぱりここです。このダブルボトムっていうところを抜けてくるかどうか。で、安めで抜けてきたらフックを待って、まあ、急がなくていいので、フック待ってから打っていくといいと思います。点々で。っていう感じですかね。なので、OG ドル、いよいよって感じだと思います。結構、様子見っていうことが多かったですよね、OG ドル。なので、様子見終了で、ダブルボトムですね。ダブルボトム、あ、とりあえず売りですよね。売り。ダブルボトム抜けたら、点々で売り。っていう感じですね。ユーロ円行きましょう。点々で売り、S4 までということでした。ユーロ円はこちらにあります。ユーロ円。ユーロ円。点々で売りって書いてありましたよね。ユーロ円、点々で売り、S4 までということだったんですけど、思いっきり上がってますよね。ちょっと240分で確認してみましょう。で、まあ、なんでそういうことを言ってたかっていうと、多分これ17時のキャンドルなんですけど、その時ってここにあったと思うんですよね、まだキャンドルが。なので、じゃあこれ売っていきたいよねっていうことだったんですけども、ちょっとこれいらなくて、もうこれもいらなくて。まあ、抜けてきましてね、ブレイクしてフックしてゴーってなったんで、もうこれ完全買いですよね。で、じゃあ点々で、売っていたかっていうと、まあ見ていけばわかるんですけど、遠いですね。遠いな。あ、この後ですよね。あ、で、なんかこれやってましたよね、多分。売りたいんだけど、この MA の上なんだよね、みたいな話をしていて、じゃあ、下も行かなくちゃいけないですよね、ってことで、まあ、来なかったわけですよね。に対して、これがチャンネルなんですけど、ブレイクしてフックしてきたわけですよね。じゃあ、この MA の上に来て、点々が出たら買っていきたいところですよね。こういうことですよね。こう出てきたので、白丸。21時20分。この後の矢印を買いたい。まあ、出てこなかった。ここですよね、出てきたのは。5時40分。ちょっとまだ微妙。で、円なので、まあ、7時とかそれくらいからいいので、まあ、この6時40分とか、まあ、6時ぐらいですよね。こっからのエントリー。で、まあ、その後ですね。その後またここでも出てますけども、9時。まあ、こっちは負けちゃってるんで、1勝1敗でマイナス5ピップとかいう感じですよね。で、ちょっとその前にターゲットを見ておきたかったんですけど、どこにターゲットをじゃあ買った場合置いとくかっていうことですよね。これもすごくいい感じのチャンネルですよね。1点目、2点目、3点目、4点目でブレイクして5点目。なので、これ結構な強さの、買いになっていくと思います。で、ここ1使われて、2使われて、3でダウントレンドになったわけですよね。で、まあ、下がりきらないで、まあ、ブレイクしてきた。つまり、これ結構強い買いになると思うんですが、チャンネル引きます。ちょっと見にくいので、この黒消します。まず下から1本、1波目ですよね。1波目から引くと R4 で止まってて抜けてきたので、次今 R5、131円80銭ですね。で、もう1本2波目、ここから引いておきたいんですけども、何色にしましょう。黄色にしましょう。まあ、ここですよね。やっぱり131円50銭の後半っていうところを超えてきそうですよね。まで来そうですよね。そしたら1回 R5 があるので跳ね返ってきて、で、次はこの133円っていうところを目指していくと思います。で、まあ、131円っていうのはまあずっと刺さって言ってましたよね、毎日のレポートで。なので、まあその通りトレードしていただいてたら、まあ利益になっていたかと思うんですけども、まあちょっともう、僕ら点々トレーダーズとしては、点々トレーダーとしてはちょっともう遅いですよね。この R3 超えてった時点でもうやっていきたかったトレードですよね。この R3 を超えてきた、この辺りから、これ13時50分、まあ、この辺からやってきたかったわけですよね。で、まあ、見れてたら、これダメ、ストップ上げれてますけど、見てなかったらダメと。まあ、他に何かありますでしょうか。まあ、こういうのもそうですよね。10時20分、これもいいですよね。ここからエントリー。リミットヒット。まあ、五分五分ぐらいですよね。多分、まあ、トントンかマイナス10ピップとか、それぐらいですよね。だったと思うんですけども、ちょっともう一回様子見をしたいですね。で、何を様子見するかっていうと、多分こういうチャンネルに変わってくるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。で、真ん中の線ずっと使われていますし、まあ、ちょっと消さないでいいんですけど、ここの真ん中の線見ていただきたいんですが、こういうのとか、こういうのとかずっと止まってますよね、ここで。なので一回これ、
R5 までヒットしたら戻ってきてからのもう1回の買いっていうふうに、もう1回戻ってきて、もう1回買いっていうふうに130歳まで行く可能性ありますよね。なので、ユーロ円はアップトレンドに転換。戻ってきたら買いたい。133円ターゲットっていう感じですよね。続いてポンドに行きましょう。ウェッジを抜けた方にトレード、ウェッジを抜けた方にトレード、トレンドラインで跳ね返されたら売り、 6S 要注意。ウェッジを抜けた方にトレード。あ、こんな感じでしたよね。で、 6S 何見てたかっていうと、多分この反転見てたと思うんですけども、ウェッジを抜けた方にトレード、ブレイクフック&ゴーしてるので今買っていきたいですよね。でもどこから買うかっていうと、これより上ですよね。もうできれば154円より上で買っていきたいっていう感じです。ですよね。で、6S 一応見ておきますと、8月19日。結構遠いですね。あ、そうでもないですね。で、多分こういうところで見てたんだと思うんですけども、こことか。抜けてきてるので、で、チャンネルのてっぺんですし、あと、そうですよね。R6 とかありましたよね。なので、そういう強い壁が分かっているので、ちょっと太くしますと、ボリンジャーバンド突き抜けて、矢印ペイントキャンドルで、ここからエントリー。ストップはここ。に対して、じゃあ HSI を引いて、この S2 まで取っていきましょう。なので、リミットがこれに対して、ストップはこれっていう、まあ、すごくいいトレードできていたと思います。で、その後、チャンネルブレイクしてきたので、まあ、売っていきたいよね、みたいな感じなんですけども。現状ですね。現状は、まあ、先ほどお伝えした通り、まあ、抜けてきたら150円、抜けてきたら157円50銭というところを狙っていっていいと思います。ですよね。で、まあ、もしかしたら、っていうか、というか、まあ、考えられるのが、まあ、こういうチャンネルに、あ、こういうトレンドラインに変わっていくっていうことですね。これが下がってきたら、このトレンドラインになってきてて、これを抜けてきたら本格的に R7、ダブルトップ抜けるかどうかっていうところなんですけど、下がってきたら、この下がるかもしれないですし、この間で行ったり来たりするかもしれないと。ちょっとポンド円は一回また様子見をしなくちゃいけないかもしれないです。もうちょっと様子を見たいですね。このトレンドラインをどうなっていくかっていうのが重要だと思うんですけど、ダウントレンドラインに跳ね返されるか抜けていくか。抜けたら R7 とダブルトップが次のポイントですよね。キウイドル行きましょう。キウイドルは、点々で買い R6 までっていうことでした。点々で買い R6 まで。まあこれ一応勝ったには勝ったんですけど、みたいな感じですよね。R6 までは行ってないよね、みたいな。なんかやってましたよね、多分。まあこれはちょっと一回引き直さなくちゃいけないかもしれないですね。まあ引き直すっていうよりも、ちょっといらないのを消していきたいんですけども、一回全部消しましょうかね。何がいらないですかね。でも結構全部いるんですよね。で、今何僕見てるかっていうと、まずチャンネルラインを言いました。1点目、2点目、3点目。で、これは単なる誤差だなって思ったわけです。ってことは、このチャンネルがまだ使われているな。真ん中もずっと使われていますし、使われているな。で、次に見たのが上からの HSI です。S6、S7 で止まってるな。ここ強い壁だな。まあ、ちょっといらないのこの黒ですかね。で、下からも見ていくと、R5 で止まってるな。もうこれちょうどいい反転サインですよね。しまった。見逃しました。しまった。見逃しましたね。なぜいいポイントかっていうと、チャンネルの上にありますし、R5 で止まってますし、まあ、こっからの下げっていうのはぜひ打っていきたかったですよね。6S とか見ていったら多分すごくいいサイン出てると思うんですけど、こういうのですよね。8月19日。R5 に当たって、R5 ってどこから引いた R5 かっていうと、多分ボトムからだったと思うんですけども、こっからかもしれないんですけど、もっと下かもしれないですね。3、4、もっと下でしょうね。
まあ、60分とかで見つけると早いと思うんですけど、あれどこでしたっけ？ R4 ですね。ちょっと待ってくださいね。あっちこっち行って申し訳ないんですけど、240分のボトムですね。240分のボトムなので、まあ、60分の1個前にこの安値があるっていうことですね。こっちですよね。ここから引いている R5。で、止まっていたという感じで、まあ、ちょっと誤差で抜けちゃってるんですけども、まあ、なのでちょっと15分で見ると厳しいかもしれないですよね。結構抜けてるんで。こういうとこで売りたいですよね。まあ、結果的にここで売ってたらよかったんですけども、で、この後、HSI 引いてって、ちょっと早いですかね。引いてって、まあ、ここまでピタリと。で、ここから点々でやっていくっていう感じで良かったんですけども、点々どうだったでしょうか。まあ、点々も良かったと思います。で、まあ、今の15分とかのこの誤差みたいなのは、このヒゲのことで、240分で落ち着いてみるとこうなってくるわけですよね。じゃあ、こうなってきたら、点々で見ていきたいわけですよね。なので、ちょっと60分にしまして、ちょっとはみ出てるんですけども、ここからもう一回やっぱり HSI を引きたいわけですよね。で、S に抜けて、ここ割ったので、これを抜けてきて、とりあえず S3 まで。っていうパターンでやっていきたかったですよね。これ、よく僕言ってるパターンなんですけども、まあ言ってるパターンというか、その、アップトレードで買いだよねと思ってても、割ってきちゃったら、じゃあここから HSI を引いて、2と3の間をとりあえず取っていきましょうね。で、もっと、ターゲット遠かったら、点々で取っていきましょうねっていう、やり方のやつですよね。なので、このアップトレンドじゃなくてダウントレンドになりました。じゃあ上から HSI を引きましょう。S2、ここで割ってきましたよ。じゃあこの安値を割ってきて、MA を割ってきましたよ。じゃあもうここ取りましょうねっていうやつですよね。で、その後も売りのサイン出るようだったら、まあ、ターゲットまで、S4 まで取っていきたいよねっていう感じですよね。で、現在なんですけども、まあ、完璧に S5 を目指してますよね。まあ、でもちょっと行き過ぎてるんで、一回戻んなきゃおかしいと思うんですけど、S5 を目指してくるんじゃないかなと。で、ダブルボトムかなと。抜けてったら S6 かなっていう風な、相場ではないかと思います。で、まあ、デイチャートにするとよくわかるんですけども、この下まで随分スペースありますので、まあ、売り優勢と見ていいと思います。まあ、もちろんそのキウイドルはやっぱりドル、OG ドルが反転してきたのでこうなりますよね。という感じでした。続いてカナダに行きましょう。週の調整中か。382と S7 までの戻り売り、240分のウェッジを抜けた方、結構難しいこと書いてますね。複雑なことを書いてますね。フラン円が特になかったんですよね。フラン円ちょっとやだねっていう感じで。まあ、それも今、それも変わらずだと思うんですけど、この、まあ、とにかくこの高値を抜けてくることですよね。もしくは安値を抜けてくることがあるまで、ちょっとフラン円は置いておいていいと思います。なので、カナダに行きましょう。で、このウィークチャートの調整かなっていう話をしてましたよね。で、ここまで戻ってくるのかもしれないよねっていうことで、まあ、まだその可能性は拭えてないです。まあ、この可能性強いですよね。ここ来そうですよね。そうしたら跳ね返ってきたところで買っていきたいよねってことですね。で、なんでかっていうと、上げるときっていうのは、こう、緩やかに、こう、上がってきて下がって、この緩やかに、こう、高値が小さくてトレンドブレイクで上がるっていうパターンと一緒で、下げの場合は下げてきて緩やかに安値で切り上げてって、このトレンドブレイクで下がる。下がってきて緩やかに安値割ってきているので、切り上げてきているので、これ下がっていくんじゃないかなっていうふうに見えるわけです。で、240分見てみますと、このウェッジでしたよね。で、まあ、これ抜けてきたんで、下に打っていきたかったですよね。まあ、2から3ですよね。ここを取っていきたかったですよね。
まあ、あとは普通に点々でやっていけたらなという感じだったんですけども、どういうことになっていますかね、これ今。まあ、こういうトレンドラインがあって、まあ、こういうチャンネルですかね、一回ちょっとはみ出ちゃいましたけども、こうなってるのかなっていう感じですね。なので S4、その下の S5 まで狙えるかもしれないですね、このまんま。で、面白いのは、まあ、狙えるかもっていうか、ここにそうですね、ターゲットあるんで、その方で見ていきたいですよね。今、ヒゲ出てますし、ちょっと細いですか。で、一回これ上がってきたとしたら、このトレンドの3点目になったら強い売りになっていく可能性があります。なので、まあ、それも注意しながら、体で見ていきたいですね。という感じでしょうかね。まあ、点々で売りですね。続いて、王子円いきましょう。売り、トレンドブレイクで売り。86円50銭。王子円、トレンドブレイクで売り。トレンドブレイクしましたよね。で、これ売っていきましょうね。で、86円50銭。なかなかいかないですよね。86円50銭まで。まあ、これブレイクしてきて、フックしてきて、次の下げですよね。来るとしたら。次の下げで、まあ、来ないともうおかしいですよね。で、一応スケアアップキャンドルがあって、これ心配してましたね。で、まあ、スケアアップしてきて。なので、まあ、売りの体制は整っているという感じです。まあ、次はもう本当に、まあ、本当にって言っちゃ変ですけど、まあ、次は売りで、ブレイクフックしてるんで、まあ、売っていきたいですよね。ちゃんと点々でこれ取っていきたい。王子円面白そうですね。で、9円いきましょう。ヘッド&ショルダーかどうか。トレンドブレイクで売り、左肩の高値を超えたら買い、R6 とダブルトップまでということでした。オージエンですかね。オージエンちょっともう一回戻りましょう。見てみましょう。ちょっとすごいいっぱい線が引いてあるな。引いてありますね。そうですね。50%まで来てますね。そうですね。なので、もういつでも売れるよねみたいな話ですよね。なので、まあ、見ていくのは、まあ、ここから 6S でももちろんいいです。で、何がいいかというと、もちろん負けることもありますよね。OG にここから売って、ちょっとしか下がらなくて上がっちゃう。なので、ストップも入れるし、ちゃんとポジションサイジングもちゃんとします。でも、これがもし正しい売りだった時ですね、が大きいよっていうことです。ここから持って、とりあえず S に、そこからの点々でここも取れるっていう、大きなトレードができると思います。キウイエンいきましょう。キウイエンなんでしたっけ？ヘッドアンドショルダーかどうか。トレンドブレイクで売り。トレンドブレイクで売り。っていうことだったんですけども。まあ、その前に1個トレンドラインできましたよね、ここで。こんなトレンドラインできたので、このブレイクで売っていきたかったよねと。で、デイチャートで見てみると、まあ、この大きなトレンドラインっていうのがあったんですよね。で、何かっていうと、ヘッド&ショルダーのトレンドラインです。ネックラインです。なので、今完全にこれブレイクしてフックしていけるんで、もう完全に売りですよね。S6 まで行きたいところです。ダブルボトムまで売りたいなと。そうですね。ブレイクしてフックしてるので、これから点々が来たら売っていきましょう。キウイドル、あ、キウイ円ですね。面白そうですね。OGM も面白そうでしたね。キウイ円ですね。キウイ円、ヘッド&ショルダー。点々で売り。ダブルボトムまで。って感じですね。ポンドフラン行きましょう。買い R6 まで。ポンドフラン、買い R6 まで。ポンドフラン、買い R6 まで。まあ、これも同じくですよね。トレンドラインで跳ね返ってきて、そこを点々で狙っていきたいですよねってことなんですけど、まあ、ここ狙っていきたかったですよねってことなんですが、まあ、下に今度ブレイクしてきましたよね。
で、これが今度は、こういうトレンドライン。このトレンドラインになってくる可能性がありますよね。なので、一回このトレンドラインはもう消しましょう。まあ、そうしたらこのトレンドラインブレイクしてきて、まあ、気になるのがこのヒゲなんですよね。なので、ちょっと嫌だね、みたいな話をしていたんですけども、まあ、抜けてきたら、抜けてきたらっていうか、今こういうウェッジにあるので、まあ、抜けてきた方にトレードしていきたいですよね。ここで跳ね返って上に抜けてきたらここですし、下に抜けてきたら、AJ 債を取ってやっていきたいなと。という感じです。次行きましょう。ポンドキウイ。トレンドブレイクで買い。S6 抜けたら強いサポートまで売り。ああ、もうこれ完全買いの方でしたね。僕、ポンドキウイちょっとできない証券会社なんであんまり見ないんですけど。トレンドブレイクで買い。いいですよね。いいですよね。で、あるならでもう完璧に止まりましたよね。で、フックしてるんで、またこれ上がっていきそうですよね。で、じゃあブレイクしてきた後ですよね。ブレイクして、フックしましたよね。なので、ここから点々で買っていきたかったですよね。見てみましょう。ポンドキウイでもすごくスコットがおすすめしてるんですよね、最近。まあ、FXDD とかじゃなくちゃできないんですけども。トレンドブレイクしてきて、フックしてきて、で、まあ、白丸も出ていて、まあ、ここから、これ抜けてきてからトレードしたかったですよね。あ、もうこれは関係ないですか。ここまで。とりあえずここまでなんで、まあ、このサイン。8時40分、いいですよね、ポンドキウイ。ここで一つエントリー。で、リミットヒットして、まあ、ここからもやりたかったですよね。で、ここ抜けてきたらまた買ってきたかったですよね。まあ、こういうところ。13時50分。ヒット。まあ、すぐかが、まあ、ポンドなんでちょっとあれですよね。動きが激しいですよね。っていう感じでやっていきたかったですよね。まあ、これ負けてしまって、まあ、だけどこれ、ちょっと下なんでもしかしたら負けてないかもしれないですよね。っていうふうになって、結構サイン出てますよね。こういうところとかも。朝6時、キウイなんでやりますよね。これも勝ってますよね。これ負けちゃいましたかね。これ勝ってますよね。で、その後また買い出てますよね。あ、これ負けちゃいましたね。これでトントンぐらい。ちょっと勝ちが多いぐらいですよね。っていうふうにやっていくと、多分すごい勝ってると思います。ポンド、キウイ。で、現状を見ておきたいんですけども、現状は、大きな目で見ておきましょう。まあ、トレンドブレイクで R なら抜けてったっていう感じですよね。で、抜けてったので、まあ、この後もダブルトップと R8 っていうところですよね。ここっていうのが強いところになって、まあ、ここに行くかどうかなんですけども、まあ、一回戻ってこなきゃ嫌だな、嫌だなっていうか変だなっていう感じですよね。まあ、でもこのトレンドももうブレイクしてきてるので、まあ、結構な確率でこれ上がっていくと思います。で、まあ、ちょっとこのトレンド急すぎるので、一回戻ってきてからの買いになると思います。なので、一回戻ってきてから買いましょう。ポンドキウイ、戻ってきたら買い。続いて、ポンドオージーですね。高値を超えたら調整終了で、マイナス0.270まで買い。高値を超えてきたら、調整終了で、マイナス0.270まで買い。そうですね。まあ、これトレンドブレイクしてて、まあ、これ超えてきたら、まあ、調整が終了ってことですよね。さっきやった、この上がってきたのが緩やかに高値を切り下げてきて、このトレンドブレイクしてきたら買いましょうねってことですよね。で、まあ、R5 抜けて、まあ、買いたいですね。で、ここ今フックしてきてるので、また上がってきたら、とりあえず次はここまで買っていきたいよねってことですね。
ユーロフラン行きましょう。点々で買い、マイナス0.270まで。点々で買い、マイナス0.270まで。まあ、ここ狙ってたわけですよね。まあ、ちょっと見てみますと、まあ、こういうチャンネルがあって抜けてきて、これフェイクかもしれないねということで、まあ、フェイクかもしれないというか、これブレイクしてきたので、フックしてきたら、買いの際に出てきたら買ってきたよねということでしたよね。まあ、でもフックがすごく深くまでフックしてきて、マイナス0.786とか、その辺までフックしてきましたよね。なのでまたこれ買いで今見ていってもいいと思います。ですよね。まあ、ちょっとだけどポンドフランは、あ、ユーロフランは一回様子見していいと思います。ちょっと一回置いときましょう。フックが深かったんで、ちょっと予想外かなっていう。まあ、まだフィブで抑えられてる感はありますけど、ちょっと予想外かなっていう感じなんで。置いときましょう。続いてユーロポンド行きましょう。売り、点々、トレンドブレイク。ん？何でしたっけ？ユーロポンドですね。売り、点々、トレンドブレイク。何の話してるんでしょうか。ああ、なるほど。このチャネルの話ですね。このチャネルをブレイクしてきて、フックしてきて、ゴーってなったら売りたいよねって話でしたよね。で、この白い線のことなんですけども、ブレイクしてフックしてきてるんですけど、まだなかなか決め手がないっていう感じですよね。で、まあ、さっきのもあったんですけど、このヒゲが本当嫌なんですよね。なので、こういうのはちょっと様子見したいなって思います。とりあえず今、この安値割ってきたら売りたいなっていう感じですよね。とりあえずこの安値割ったら売りと。という感じでしょうかね。続いてユーロ王子ですね。シンプルにトレンドブレイクで買い、安値割ったら売り。何でしたっけ、トレンドブレイクで買い。これ良かったですね。なんでかっていうと、1点目、2点目、3点目。で、これブレイクしてきたらトレンドが終わったよね、終わったっていうことだよねということで、まあ、買ってきたかったよねということですよね。で、まあ、下の場合、強いサポートというのはここまで打っていきたかったんですけども、まあ、ブレイクしてきたから、とりあえずダブルトップまで、ここまで買ってきたかったよねということですね。で、10分見てみると、まあ、あとは下から HSI 引いて、で、10分見て、まあ、あとは点々やっていくだけなんですけど、まあ、ここにトレンドラインありますけど、ブレイクしてきて、フックしてきたので、あとは点々で買っていくと。で、白丸出てて、まあ、矢印が出たのがここですね。4時50分。ちょっとさすがに早すぎますよね。これどうでしょう。9時半。バッチリですよね。このエントリーはしていきたい。エントリー。で、リミットヒット。で、これちょっと HSI R4 が近すぎるので、ブレイクしてフックして、まあ、ここから今度は。12時半からエントリー。リミットヒット。っていうふうにやっていって、まあ、結構これ多分取れてましたね、ユーロ王子。これも取れてますよね、21時半。これもヒット。っていう具合に、結構、今日は多分ユーロ王子が一番稼げてるんじゃないかな、100ピップ、120ピップぐらい取れてるんじゃないかなと思いますが、よかったですよね、すごく。でもこれ消しちゃって。で、まあ、すごく今シンプルになってきたんですけども、語りかけること、いや、僕はもう、なんですか、まあ、気にしますよね。気にします。まあ、テクニカル見て っていう感じですけども、まあ、あとローソクとか見ますけども。で、何の話しましたっけ、ユーロ王子。そう、シンプルにトレンドブレイクしてきて、まあ、HSI 狙ってということで、まあ、R5 まで来て、一段落のところなんですけども、これ超えてきてるんで、また戻ってきてるんで、また買いでみたいですよね。でも一回スクエアアップキャンドルがここにあるので、まあ、一回戻してからの買いかなっていうふうに思います。なので、この50%ぐらいまで戻ってきてからの次の R6 までの買いを考えていきたいなと。
いう感じですね。ユーロカナダ最後に行きましょう。6S 点点 R ごとマイナス 0.270 まで買い。6S 点点 R ごと。なんかこれもやってましたよね。ああ、もうぴったりじゃないですか。これなんかやりましたね。6S 見ましたね。まあ、こんな感じで、まあ、ここから買っていきましょうねってことでしたね。で、ターゲットはこの青マス。まあ、ここがターゲットになりますよねってことで、ユーロカナダの、なんかありましたね。ユーロカナダの 6S やりましたよね。こういうところかな、どこでしたっけ、ここからでしたっけ、ここからでしたっけ、17時15分、多分この辺ですよね。まあこういうの見ててトレンドブレイクしてきたし、これ買っていきたいよねってことで、まあ買っていけばよかったですよね。で、とりあえず R2 まで買って、ここで決済して、で、戻ってきますよね。この後点々で買っていきたいですよね。R3 ピタリ、R4 ピタリ。で、今ちょうど R4 にいるわけですね。なかなかこれもすごく良かったんではないでしょうか。で、なんでそんなことを言ってたかというと、まあ、チャンネルの下だったわけですよね。チャンネルの下に当たって跳ね返ってきてて、で、また、一回戻ってきてて、トレンドブレイクしてって。なので、買っていきたいよねっていう話でしたよね。買っていきたいよねと。で、まあ、これも点々で最終的には取ればよかったっていうトレードなんですけども、まあ、簡単ですよ。点々は簡単だと思います。これ何時でしょう。22時10分。これいいですよね、行って。これ結構もうその日持ち越しになっちゃってるんですけども、ヒットで R4 抜けて戻ってきて白丸矢印で、ここからまた買い、これ何時ですかね、18時10分、これもエントリーですね。でヒットで、さらに買い増し出てますから、ここからエントリー。もうこういうトレンドが出るときはもう絶対点々は負けないです。で、まああとはここまで取れますから、白丸赤矢印、あ、ペイント、あの矢印、ユーロカナダなんでダメですよね、この辺はっていう風にしてる間に、まあリミットヒットおしまいっていう感じですよね。なので結構ユーロ系、ユーロカナダ、ユーロオージーっていうので、だいたい100ピップずつぐらい、100ピップずつぐらい、まあ勝ててたという感じでした。で、現在のユーロカナダなんですけども、ちょっと消して。まあ、今度はこの270抜けた後ですよね。このチャンネルのトップと、まあこの辺まで取っていきたいなっていう風に見えます。まあ6位チャシと、R5、そしてチャンネルのトップがあるところですね。大きな目で見るとこんな感じです。その前回のこの動きっていうののフィブを取って270まで今ヒットして、ちょうどピタリ止まってるわけです。じゃあこれ一回戻ってくるなり、一回チャンネルの下に来るなり抜けてって戻ってくるなりして、次のターゲット6位チャシっていうところを狙ってくるわけですよね。なのでまあユーロとカナダも完全にアップトレンドです。もうどう見てもアップトレンドなので買いで、その前にスクエアアップとか戻りを一回気をつけてからの買いでぜひやっていきたいですね。ユーロカナダ絶対見逃したくないトレードですね。あら、ユーロカナダ戻ってきたら買い、要チェック。という感じですね。はい、面白い質問ですね。語りかけることはあまり気にしませんか。まあというわけで、今日はポンドドル、キウイ円、オージー円、そしてユーロカナダ、特にユーロカナダは面白いんじゃないかなというふうに思いました。まあそんな感じですかね。大阪の講習会はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。また今週土日で東京大阪講習会ありますの で、東京はさっきの300万1200万のノン君とか来てくれるんで、またよかったらぜひいらしてみてください。そんな感じでしょうかね。よしよしよ。あら、そうなんですか、サワリさん来たんですか。そうなんだ。なんかすごく一気にいいなって、行きたかったなって僕もなりました。今いいな。そうですね。そうなんだ。そうなんですか。
そうですよね。なんかしきりに歌舞伎町に行きたい、歌舞伎町に行きたい言ってましたけど、この前会ったら。今から行こうよとか言って。言われましたね、しきりに。まあ、すごく本当にいい人ですよね。がっつり買ってますし。そんな感じでしょうかね。また今日夜22時から佐々木のニューヨークセッションありますので、ぜひぜひご覧ください。で、また、ちょうどもう上がってるんじゃないですかね、YouTube。僕も YouTube クリックするとこうやって、根崎ゆうきっていうのも登録されてるんで、根崎ゆうきっていうのを押すと、あれ？アップされてないな。多分もうすぐアップされると思うんですけど、まあ、ささっちの動画がアップされてるので、ぜひぜひ、見てみてください。そんな感じで、ご質問など大丈夫でしょうか。はい、スコットの役ですね。見ていただけてるようで。あ、そっか、さっき声が聞こえてなかったんですね。なんでしたっけ。よかったです。ほんと、よかった。よかったな。スコットに言っときます。多分、ウーフーとか言いますけどね。すごい喜ぶと思います。あれ、なんかさっきいただいたんです。そうですね、なんとかスコットをね、呼びたいなと思ってるんですけど、来年にはなんとか呼べるかなっていう感じなんですけど、まあ、その時はぜひいらしてください。こんな感じですね。エンディングトライアングルっていうパターンがあるんですか？本当詳しいですよね。なんかでもいろんな呼び方ありますよね。あ、そうなんだ。エリオットですか。なるほど。エリオット使いなんですか。なるほど。なんかいろいろ腑に落ちました。そうなんだ。あと、打つの早いですね、すごく。なんか会話になってきましたね。ちょっとニヤニヤしてきちゃいましたけど。いや。そんな感じですかね。次は、まあ、22時間ニューヨーク、そしてまた来週月曜日、ウェブセミナーやりますので、まあ、その前に土曜日ですね、来て、土曜日、日曜日、大阪、東京、大阪ですか、来てくださる方はまたお話ししましょう。そんな感じですね。今日もどうもありがとうございました。また明日、スコットの撮りますんで、ご覧ください。それではどうもありがとうございました。今日はこんな感じで失礼したいと思います。それでは、さよなら。